じゃあこんにちは、豊さん、はい、トレードがない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 言われてた中、松原選手と若林選手のトレード成立しましたね。まあ、同じ外野でな。そうなんです。右と左変えたぐらいの。そう。ただ次あるとしたら、はい、こういうトレードじゃなくて、はい、多分ピッチャーと野手とか、はい、だからお互いをこう補うっていう、あ、まあ、言えば環境を変えたらやってくれるんじゃないかっていう選手同士の交換だったよね、はい、でうちではちょっと、うん、うちもちょっとじゃあ変えませんかっていうぐらいのトレードだったと思うんだよ、はい、まあ、それはもちろんチャンスをもらえればね、うん、彼らはもう一度光り輝くという、うん、そのぐらいのポテンシャルを持った選手だけに、はい、まあ、期待はするけどもね、うん、だけど今度あるとしたら俺は、まあ、例えばよ、はい、まあ、坂本勇人が2軍に行った、はい、まあ、サード、ファースト、うん、岡本を戻したりだとかいろいろしてる中で、うん、まあ、例えばソフトバンクのリチャードだとかを、はい、持ってきて、はい、まあ、例えば畑を使わないんであれば、うん、ピッチャーは何人いてもいいって言われてる、はい、まあ、中継ぎにスパッとはまれば、うん、まあ、いいかなとか。リチャード選手と畑選手とかね、まあ、笠谷とかも2対2、ソフトバンク、まあ、ピッチャーと野手、はい、こっちはピッチャー2枚、田中千春とか、はいはい、これは想像の域だけどもさ、いやだけどそうやって打つ方の強化を図るとかさ、はい、なるほど、まあ、中日だってあるよね。え、本当ですか。まあ、例えば中日でも、はい、まあ、リチャードっていうやっぱそうなんだ、線を考える可能性もあるしな、はい、例えば中日がリチャードだとするとやっぱりファーストっていうところで、ファーストでもサードでも両方特別うまくはないけども、うん、まあ、ポジション的な動きができるといえば、うん、まあ、ファーストサード、うん、まあ、ここら辺を細川の一人だけの負担をなくしていくとかさ、はい、まあ、そしたらもう2割2、3分でいいからさ、うん、ホームラン今から20本打ってくれたらすごいと思うよそりゃ助かりますよね。いやでもそのぐらいのポテンシャルはある選手だけに、はい、ね、これはもう環境を変えてあげるとさ、うん、それは可能性だってあるよ、まあ、バンテリンだって、ね、そんなに広いなんて感じてやんないでしょ。リチャード選手、リチャード、あの多少のね、そういうボンミスというかそれも根をつぶったとしても、うん、まあ、バッティングっていうところの能力にかけてっていうことですね。そしたらあそこは出せるピッチャーもいるだろうしね、うん、中日、うん、まあ、今年勝負するんであれば、はい、そのぐらい考えてもいいよね。リチャード選手か、確かにね、あのソフトバンクリチャード選手上がってきた時はいいんですけど、途中で集中力切れてやっぱりまた2軍に行って2軍で無双っていうふうに言われちゃってるので、もうサードででは今ね、栗原選手も、まあ、そうだな、まあ、リチャードとミネイキャッチャー、キャッチャーの、うん、ああ DeNA からソフトバンクに行った、そうで、やっぱこう出番がなくなってるからさ、うん、ミネイが、そうですね、でミネイはセ・リーグのことも分かってるから、中日いいじゃないですか。いやだから中日取ってくるとか、はあ、はあ、うん、で、まあ、誰を出すかって言ったら、うん、誰か分からんけど、うん、いやいや、でも出せるピッチャーっていうのは何人かいると思う、うん、あの下にも優秀なピッチャーいるので、そう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 、いやだからこう、まあ、結構面白いかなって思うのと、はい、まあ、DeNA がやっぱ太田浮いてるんだったら、うん、中継ぎを強化するんだったら、うん、まあ、楽天、楽天ね、そうか、太田大志選手一人だけで、いやいや2人つけてもいいよ、うん、2人つけたら、まあ、例えば誰かいい選手をピッチャー、うん、まあ、滝中とか、あ、いいですね、出すかとか、宮森とか、はい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 、はい、そういった選手を取ってきて強化を図っておくとか、宮森選手、あのね、新人 の無失点記録を作りましたけどね、まあ、状態はちょっとわからないけどね、はい、今掴めてないけども、まあ、そういった形もあり得るなという。例えば外野手でいうと本当 DeNA 今飽和状態で、太田大志選手、あと上里選手も出てこれないっていう、まあ、そうだな、上里選手を要因としてこうくださいと言われていいピッチャーもらえるんであれば、 DeNA が出す可能性っていうのはどうなんですかね。上里くれって言われるんだったら、うん、中継ぎで誰がいいのをどこの球団が言ってくるかわからないけども、うん、ただ上里そんなにもう人気がなくなってんじゃないかな。他球団でですか、欲しいと。そうなのか、うん、まあ、あんまりにも出てこれないからさ。そうなんです、その程度かっていう風になるよね。はい、
もう埋まってますもんね。佐野選手でさえ出られないっていう。そう、そしたらもう佐野で商売しちゃうかみたいな。あ、それは欲しいですよ。いや、佐野はだったらいいピッチャーを、うんうん、もらえます。もらえるよな、うん、だから中継ぎで誰か、はい、いいピッチャーと変えられるという、うんうんうん、でもそこはしないかな。保険で取っとかなきゃいけない選手だもんな。いや、佐野選手はそうですよね。例えばじゃあ楽天だと今唐島投手、まあ功労者ですけど。ああ、いいね、いいね。どうでしょうか。いいね。いいですか。いや、だから、まあ、太田大志と、うん、まあ、からしもう一人誰かつけて、神里でつけて、うんうんうん、まあ、2対1とかでもいいし、はいはい、やっぱ欲しい投手だよね。そうですよね、うん、ピッチングできるもんですよね、うん、だからまあ、うん、こういったことが、まあ、第2弾としたら考えられるかなっていうような、うんうん、まあ、ところだけど、なんて言うんだろう、日本ハム、はい、が今ちょっと中継ぎ陣がしんどくなってきてるという、うん、はい、そしたら清水と今川を中日ではいはいはい、いや、それで、うん、中日からピッチャー、まあ、ピッチャーをもらうとか。誰だ。勝つのとか。もうくれないです。絶対くれない。分からんよ。本当ですか。いや、だって2対1のトレードで勝つの、うん、今川と清水をくれるっていうんだったら、例えば、そう考える。この前上がってきたんですけど、出番がなくてすぐそのまままた下に行ってしまった福谷投手もつけてもいい。それはね、清水と今川選手、今川だったら福谷一人っていうことにはならない。ダメです。逆だよ。それは清水の方が頑張ってるし、今川の方が頑張ってる。じゃあ福もつけましょうかって。あ、福はいらない。勝つのは絶対出さないんだよ。分からんよ、そら。本当に。そう、打てるキャッチャーが来るんだぞ、お前。清水選手ですよね。でも勝野選手を出したら、今川君、うん、ムードメーカー来るよ。ちょっと待って、ムードメーカー。今ね、いや、中日には必要です。だろ。いや、必要です。本当にあの笑顔は。いやいや、本当に。でもこれ勝野投手出しちゃったら、多分中日ファン暴動起きるんじゃないですか。大丈夫ですか。なんで。え、勝野出すのどうしたの、中老人って。ね、いや、それは言われるかもわからんよ。うんうん、だけど、うん、今取って必要なのはじゃあ誰かっていうことだ。打てる選手ですよ。打てる選手欲しい。いや、今川だって日本ハムのレベルの高い外野手だったら、うん、それはなかなか難しいよ、出ていくのは。はい、それは新庄監督でも気使ってくれるぐらいだから、俺に。そうですよね、そうですよね。出せますかって言って、いや、ちょっと今のこのレベルじゃ無理やろなって。そうですよねって、うん、気にかけてくれてるんだから。 それでも使えないんだから。ね、でやっぱりこうタミヤがいい、うん、ね、あそこ本当に優秀なキャッチャーがいるよ、うん、はい、そしたら、まあ、清水が浮くとしたら、まあ、そのトレードをして、うん、もう一度みたいな。でも勝野投手を出すぐらい、いや、まあ、たまにですね、まあまあ、例ですよね、まあ、例えばそこに清水選手と野村選手、あ、それだったら勝つの出すかも、うん、なあ、それはあるかなと思ったんですよ。ああ、それはいいかも、うん、それだったら。でも新庄監督は愛情深いからね。そうなんです、ね、選手に。ただもうここでもう埋もれてしまうと思ってくれたら、他の球団で活躍してっていう、まあ、まあそらそら、まあ、そらそうだ、うん、だからそういうことができる可能性はある。そうですよね、うん、あとは例えば西武ライオンズが今やっぱり野手が欲しいのかなっていうところで、例えば大曲投手を出す代わりにどっかからまた野手を打てる野手をくれないかなとか、そういう画策っていうのはないんですかね。まあ基本考えるのはさ、うん、ドイツリーグでは出さないという、うん、じゃあセリーグでこう探さなきゃいけない、はい、じゃあ阪神打てない、中日打てない、うんうん、カープの外野手、カープはとりあえずしない、なんかと思うよ、うん、外野手いるんですよね、いっぱい。いや、いっぱいいるよ、うん、まあ、中村健人選手、はい、いや、そりゃ出してくれたらいいよ。そうです、そう、大曲ぐらいで大丈夫かみたいな。いや、でもこれから夏場またさらにね、中継ぎ陣とかで疲れてくるところに1枚って、いや、そりゃ中村を出せば、はい、そりゃ戦力になるよ。そうですよね、中村兄弟。中村翔生。あそこ3兄弟あるんですよ、中村3兄弟って言われてて、翔生、健人選手。また西武に行くと目が届かなくなってきた。そうですね、ちょっと危険だな。そうだ、そうですね。確
かにちょっと悪いことしそうで、それはちょっとドキッとしましたけれども、でも中村健人選手はね、今ちょっと外野が、いや、うん、本当にあの出るチャンスがなくてね、はい、まあ、そうなってきたら選手の将来を考えてあげるとね、西武行ったら出れると思うよ。そうですよね、いや本当に、うん、まあ、そうなってくると変えてあげてもいいのかな、うんうん、中継ぎ陣を強化するためにね、はい、まあ、そうだな、で西武が言ってみりゃいいのにな、なんで俺たちが考えるの。そうなんです、まあ、考えてるだろうけど多分ね、多分水面下では、まあ、まあ確かにそうなってると思うんですけど、うん、であと番組か何かで高橋久典さん、元巨人の OB のが、はい、まあ、巨人今回第1弾あったけれども、第2弾も十分にやっぱりありえますよっていうのを話してて、やっぱりその打てる選手が欲しい、まあ、リチャード選手、さっき話ありましたけれども、リチャード選手以外でも巨人がそのやっぱり大きい当たり打てる選手を海外のみならず国内のトレードでっていうことはどうでしょう、ワンチャンスあるのかなと。まああるけどな、うん、まあ、例えば野村とかね、そういうことを考えると相当な選手は用意してあげなきゃいけないよ、うん、そうですよね、うん、例えば今巨人で下のいるピッチャーっていうと、その畠投手だったり、あと高橋優希投手とか直江投手、そうだな、いるな、はい、まだ出てきてないピッチャーがいるんですよね。高橋優希もいたね。そうなんですよ、昨シーズンでしたっけ、あのその前かな、あのサングラスに変えてとかありましたけれども、何につけたっていいけどさ投げてくれれば、はい、いやそう、畠と野村とか考えてくれるんだったら面白いよね。そうですよね、打てる人をもらうっていう意味では、あとカープがピッチャーで例えば遠藤投手はどうですか。あ、そうだな、はい、ファームで今シーズン10試合に、まあ、今のところですが10試合に登板して防御率 2.36、まあ、6月16日の楽天戦で、まあ、初登板だったんですけれども、今またファーム暮らしということで、どうなんでしょうかね。状態が分からんからな、うん、なかなか、まあ、でも、エンドって聞いて、はい、あ、チャンスがないんだったら出してあげた方がいいなとは思うね、素直にね、うん、そうですよね、うん、まあ、働くところがあれば、まあ、しっかりやってくれるんじゃないかなっていうような期待感はある投手だよね。パ・リーグでどこかね、ああそうだ、見てほしいっていうところはあるのかなとか、はい、あと例えば阪神の岩田投手、はい、まあ、左ですけれども、はい、昨シーズンは44試合で防御率 4.85 で1軍登板がないままシーズン終えたんですけど、はい、今シーズンファームでの防御率が今現在ですけど 0.79 っていうところ。いや俺は後半に向けて必要になってくんじゃないかなと思うよ。変則やっぱり桐敷も疲れてきてるし、島本もちょっと、うん、まあ、昨年ほどは良くない、はい、それ考えるとやっぱ置いときたいなっていうのはあると思うよ、計算の中では。これ出すと不安になると思うよ。あ、左にないよってなっちゃうんですか。で、まあ、その及川とかねいるけども、はい、でも先発型だしな、及川は。そうですね、まあ、だからなかなか難しいかなって思うよね。出せないか、こう何かあった時で考えるとそうですよね。そうだな。あとは DeNA、はい、三浦投手、2021年のドラフト4位。三浦、はい、監督出すの三浦銀次監督を出さないでください、まあ、あとはね、さっき話したドラゴンズの福谷投手であったりとか、ヤクルトだと金久保投手。金久保出せないよ、金久保いいピッチャーだもん。あ、出せないか。金久保はね、めちゃくちゃキレがいいピッチャーだよ、うん、調子のいい時なんか、はい、その調子が良くならないんだよ、なかなか。いや、いや、だけど、だけどこれね、ハマった時にはやっぱ打てないよ。だからその可能性は秘めてるから、か俺だったら出さない、ね。ただ今シーズン開幕からちょっとファームを主戦場としてしまって、いやそれはもちろんそうだ、はい、ちょっと、まあ、9試合で防御率 4.72 っていうところで、まあでもこれはなさそう、ヤクルトとしてはピッチャー厳しいっていう。いや他もそう見てるよ、うん、はまらないなっていうふうには。あ、そっか、うん、そりゃはまったらやっぱキレいいよこのピッチャーは。まあそうですよね、確かに。いやちょっとざっと見てきましたけれども、はいはい、他になんか豊さんがこの選手とこの選手あるかな、まあ、野村選手の話は先ほどありましたけれども、清宮選手はないというか、まあ、清宮は前の動画で寝音って言ったけど、うんうんうん、
まあ、本当にあったらね面白いなと思うけども、うん、まあ現実問題、うん、やっぱり球団のスターにしたいだろうし、うん、それはネオもそうだよね、はい、だからまあそういった文化がないからさ、うん、日本にはそうなんですよ、まあ、だからまあこれは現実的ではないなと思うんで、ね、まあそれ以外だったら清宮は変えないでしょ。そうですよね、多分ね、うん、他の提案されてもお断りしますというふうに日本ハムさんは、ね、まあまあそうだね、まあ、そんなに困ってないし、うんね、でまあ使われ方見ても、はい、やっぱ期待してる部分っていうのはあるしね、はい、新庄監督が、うん、まあ、言葉はきついかもわからないけども、はい、腹の底では期待してるから、もちろんそうですよね、まあ、そうだね、だから、うん、まあ、そんななかなかね簡単には動けないですよね、はい、そっか、ただ、まあね、7月31日の期限は、ね、まあ、1ヶ月弱なので、うん、そうそう、やっぱりねこっから A クラス入りを狙うチーム、優勝を狙うチームで巻き返し図れるところたくさんあるので、うん、まあドーンとしたのが出てきそうな感じがするけどね俺は。 あと1件ぐらいか、もうここまでこう静かにしてるんだったらありそうです、まあ、その時には速報で上げたいと思うよ。そうです、ね、しかし俺にも用事があるんだよ。ちょっとみんなにあれ豊さん分かってんだよ、速報があっていち早く捉えてんだよ、うん、でもその撮影の場所も人もいなかったんだよ。そうか、前ね以前はビルとビルの間に挟まって撮ったっていう、あれは女房がカメラを構えられたからよかったけど、一人だったら、そう、そのいつも持っとけってこの棒で三脚をね、いやそう分かるんだよ、うん、でもその時は持ってなかったんだよ、だから置いとけって、車は置けないんだよ。車は、車はあったよじゃあ車の里崎さんみたいに車でどうでしょう次。いやまあまあまあそうかも分からんけど、うん、まあでもやっぱ撮るんだったらしっかり撮りたいしさ、まあ、確かにそうですよね、まあ、そこは分かるけど、うん、ね、今度から開けるようにしますよ頑張って。だってコメントに速報を、ね、前に通常の動画が先出たじゃないですか、そっちじゃないんだよなってコメントが言われて、ね、すごいショックショック、申し訳ないなみたいなね、そうそうそう、悪かったなみたいな、上げてほしいのはそっちじゃないんだけどなって来てて、分かってんだよ早くなきゃ意味ねえだろみたいな、そう、私も分かってんだよ、それも私もずっと待ってたんですけどね、あれ遅いな豊さんと思って、心苦しいんだよスタッフに電話して、うん、今撮れる状況じゃないんだよって、分かりましたって、何時になりますかって、せかされるんですよ、ね、いや、まあ、その言葉の裏に、うん、寄せボケ言うて、その言葉が聞こえてくるんですよね、そうサムネイルはもう作っといて待っててやるよみたいな、もう送った瞬間に速攻であげますみたいな、そうですよね、ね、分かってんだよ、そうですよね、分かってんだよ。分かってんだよ、俺も分かってる、分かってる、殺人鏡より遅かったら意味ねえじゃないかって分かってんだよ、分かってる、分かってる、分かってる、もうみんなのコメントは聞いてるし、もう、ね、見てるし、見なくても聞こえてきますよね、聞こえてくる、分かります、もう頭薄なるわなのでどうか、まあ、球団の皆さん、豊さんが取れる状況の時にニュースで上げてほしいですよ ね、 ね、一報をまず豊さんに入れて、入れてほしいな、その1時間後に発表するとか、まあ、そうだね、してほしいですよね、本当だよね、うん、まあまあ、はい、まあでもね、うん、まあ、それはもう本当意識の中にちゃんとあるんで、はい、はい、上げなきゃいけないという、そうですね、もう使命感に駆られてるから本当、速報おじさんだね、速報おじさん、だから忘れないで俺のことを速報おじさんだという、そうです ね、 ね、はい